青鬼集落青鬼は長野県北安ず郡白馬村に位置する山村集落である。道村、大あ北城の一部。白馬村の北東部、標高約760メートルの山腹にあり、伝統的な民家群が集落を形成している。東側には、物見山、八方山、北側には岩戸山があり、斜面が開けた南西方向は、 白馬村の中心街と北アルプスの五流岳、鹿島や槍ヶ岳などの山々が望める。集落の東側には石垣を伴った約200枚の大規模な棚田と用水路、青鬼関があり、これらは日本の棚田百選に選定されている。また、集落、棚田、用水路、山林などを含む59.7ヘクタールが、 重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。青鬼の周辺には、縄文時代中期、後期の前軌道遺跡、馬場遺跡があり、古代から集落が形成されていったと考えられている。現在の民家群は、江戸時代後期、明治時代後期、用水路、青鬼関は、江戸時代末期の蔓延、文久年間、集落の北側にある、青鬼神社。 諏訪社は明治時代に築かれたものである。集落内の民家主屋は15棟あり、うち14棟が伝統的家屋である。これらは現在も住居として使われている。屋根はかつて茅葺きであったが、現在は鉄板被覆となっている。また、伝統的な造りの土蔵が7棟残っており、火災を考慮して母屋からは離れた場所に建てられている。 青鬼神社はこの土蔵群の背後の斜面にあり、集落内には石仏群などの物件が点在している。ありがとうございます。